はい、どうもこんにちは、 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日なんですけども、本日ですね、1月10日発売ミスタードーナツのですね、新作商品、何でしたっけ、パティスリードーナツコレクション、早速ね、買ってきましたのでレビューしていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。僕ね、知らなくて、たまたまね、ミスドに行ったらね、あったんでね、試しに今買ってみたってとこですね。出していきましょう。もう匂いがやば。はい、こちらですね。で、全6種類なんですけど、で、売ってるやつ全部買ったんですけど、1個だけね、変えてないんですよね。で、変えてないのが、これにすごい似た感じのですね、プレニチュードってやつが変えてないですね。ショコラ&キャラメル味。なかったんですよ。さらっとね、1個ずつ紹介しておきましょう。この子がですね、ポンデイスパハン、そしてこの子がサティーヌファッション、そしてこの子がキャレマンショコラで、この子が、モガドール、最後にこの子がクロエで、今これミスドのね、公式サイト見ながら喋ってるんですけども、で、このシリーズが、世界最高峰のパティシエと称されるピエール・エルメとミスタードーナツの共同開発、ミスドミーツ、ピエール・エルメパティスリードーナツコレクションがとうとう実現したそうですと。いやー、楽しみ。世界最高峰のパティシエさんがね、作ってらっしゃるそうなんですよね。よし、今日は食べるんですけど、さすがに僕ね、全部は食べれないんで、2つぐらい食べようかなと思います。あとはね、こう目で見て楽しもうかなっていうとこですかね。1つ目、じゃあ僕チョコ好きなんでね、これからいってやろうと思います。かじりたいけど、フォークでおしゃれにいってみようかな。よし、行ってきます。うわー、ミスドじゃない感じ。これガチコリスイーツですね。ミスド食ってる感じしないですね。おお、ドーナツっぽくないですね。ほんとスイーツって感じです。ケーキみたいですかね。うん、あ、でもちゃんとドーナツだ。ちょっとラスト一口でね、いってやりましょう。癒される、うまい。さっきのがちなみにキャレマンショコラってやつで、ふわりとろりカリカリ3種類の食感を組み合わせてると。チョコ好きにはたまらない一品と。で、僕チョコ大好きなんで、これはうまかったです。もう一個食べようと思うんですけど、もう一個はね、僕これいってやろうかなと思いますね。で、いつもは僕ミスドはポンデリングばっかり食べます。で、こちらが、ポンデイスパハンってことで、ピエール・エルメさんの代名詞といえるイスパハンってやつを、ポンデリングで表現したと。もう匂いがやばい。ちょっとこれは手で持っていってやりましょう。よし、行ってきます。うわ、これ中がすごいな。あー、なるほど。中にね、思いっきりなんか入ってまして、クリームみたいな。中がすごいですね。当然上のボリュームもすごいんですけど、うわ、ちょっと形が壊れた。やべ、めっちゃうまい。で、このピンクのポンデリング、これはですね、これ書いてないですけど、これもふわりとろりカリカリっていうね、3種類食感あります。めっちゃうまい。はい、というわけでですね、今日はですね、ミスドのですね、新作商品ですね、ピエール・エルメ、パティスリードーナツコレクション2つほどね、食べてみました。うまいっすね。味はもうめっちゃうまいっすね。
で風味匂いもすごくいいんですよ。食感が、まあ、ドーナツじゃない感じと、まあ、もちもちしてるし、すごい楽しめましたね。でこちらがですね、本日ですね1月10日金曜日発売ってことで、僕全く知らなかったんですよ。たまたま行ってね、たまたま見て、まあ、買ったんですけども、もしねご存知なかったって方いらっしゃればですね、ぜひですねお近くのミスタードーナツ足運んでみられたらいいかなと思います。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。